終日農家、終日農家、終日農家、終日農家は、北海道旭川市の西神楽地区にある、丘陵地帯である。旭川空港の南東側に位置し、隣接する美瑛町や富良野市のような丘陵風景が、見られることで人気を集めている。旭川空港周辺は特に夕景が美しい。夜の星空も美しい。終日農家は、丘陵風景が有名だが、 ジェットコースターのようなアップダウン道路、旭川空港の風景、旭川、美瑛市街地の円形、大雪山連峰などが望め、変化に富んだ風景が、独特の趣きである。美瑛の丘とは一味違った、醍醐味があると言えよう。以前は、知る人の少ないマイナーなスポットであったが、地元の雑誌で紹介されたり、口コミで評判が広がるなどして訪れる人が、増えている。 最近では写真を撮る人の姿も多く見られる。ただし、現状では案内、看板がほとんど設置されていないので、初めて訪れる人は注意が必要。終日の丘入り口を間違えると狭い農道に迷い込むので注意。また、終日の丘周辺は、ヒグマの出没事例があり、注意が必要。 美英町な北西の丘展望公園の北側に位置し、目視でお互いの位置を確認することができる。大雪山の手法と、大雪山の一部である十勝岳連峰の前方が見渡せることができる、数少ない貴重な場所である。名前がついていないスポットも点在。など冬季は道路の除雪をしていないため、訪問は不可能となる。旭川空港方面からのアクセスが便利。 ありがとうございます。